杉山浩一さんが死去。9月30日に作曲家の杉山浩一さんが敗血症性ショックのため亡くなられてしまったことが明らかになりました。90歳でした。杉山さんは甘色の髪の乙女ですとか花の首飾り、声の風が学生街の喫茶店などを生み出されており、またゲームですとドラゴンクエストや、また競馬ですと G1 のファンファーレ、まあ、さらに数多くの CM の音楽も 手がけらられれておられますが、まあ、直近では東京オリンピックにおいてドラゴンクエストの曲が使用されておりましたけども、まあ、さらに政治活動も行われておられましたがまずは心よりご冥福をお祈りいたしますこの杉山さんが亡くなってしまったことを受け作曲家の植松信夫さんはこのような お悔やみのコメントを発表されておられますけどもこの杉山さん数多くの一曲を生み出されておりこの杉山さんの曲が、まあ、青春というか人生の一部であったという方も多くいらっしゃるんじゃないかと思われます今後も杉山さんの多くの作品は 残り続け、まあ、さらに多くの方々を。楽しませてくれるんじゃないかと思われますが。本当にですね。残念ではなりません。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。